海上自衛隊最新鋭潜水艦タイゲイ型の配備が続々と進む中、7番艦の起工式が三菱重工で行われたとの情報をキャッチしました。今回は、タイゲイ型潜水艦3番艦ジンゲイが横須賀配備で、世界最強化を詳しく見ていきますね。潜水艦を売り込みに舵を切った防衛省、ネックなのは、現地建造でしょうか。台湾の潜水艦が、タイゲイの小型版に見えるのは私だけでしょうか。タイゲイ型はまだまだ進化していきますね。海底 900M から18式魚雷マジでやばい。最後まで見てくださいね。2023年度末にあたる2024年3月8日、海上自衛隊の要の戦力の一つである潜水艦隊に最新型のタイゲイ型の3番艦のジンゲイが加わり、神奈川県は横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に実戦配備された。2022年から海上自衛隊では潜水艦隊の22隻体制を確立させており、基本的には毎年1隻ずつが収益を果たす代わりに、旧型の潜水艦を1隻退役させるかもしくは、練習用潜水艦への監視の変更を行うことで実戦配備数を保持している。海上自衛隊内での潜水艦隊の実戦配備数の状態は、今回のジンゲイを含めて、神奈川県の横須賀基地が10隻、広島県の5基地が12隻という配分となっており、大きく、日本列島を東西でカバーする形となっている。ちなみに、今回のタイゲイ型の3番艦である、ジンゲイの建造を行ったのは三菱重工業者の神戸造船所であり、同所は太平洋戦争後の日本において、このジンゲイの完成をもって、ちょうど30隻という、節目の建造を行った状態となった。三菱重工業者と並んで、海上自衛隊の潜水艦建造を担っているのは、川崎重工業者の神戸工場であり、くしくも、日本の現在の潜水艦は、いずれも神戸から生み出される体制であり、両者が、学年で新造艦を収益させている。この度、無事実戦配備を果たした、ジンゲイは、タイゲイ型の3番艦であることは前述した通りだが、この点だけを捉えて、例年通りの配備が行われたと考えれば、内訳は、最も古い親潮型が7隻、前級の、双竜型が12隻、最新鋭のタイゲイ型が3隻と思われるかもしれない。しかし、実際には、今回のジンゲイの実戦配備では、内訳は、親潮型8隻、双竜型12隻、タイゲイ型2隻で22隻体制となっており、昨年2023年と変わらない布陣のバランスとなっている状況である。最新型のタイゲイ型のジンゲイが戦列に加わったにもかかわらず、なぜ、昨年までの分布と同様な構成なのかといえば、今回は、最も旧式な親潮型が外れるのではなく、2022年に収益したタイゲイ型の1番艦にして、ネームシップのタイゲイが外れたためである。では、なぜ、最新鋭であるタイゲイ型の1番艦、タイゲイが実戦配備を外れたのかといえば、同艦は、今後の新型潜水艦を建造する上で、各種の試験を担う試験潜水艦へと、艦種の変更が行われたためというのが、その理由である。従来の海上自衛隊の潜水艦においては、次期潜水艦の開発を進める上で必要となる試験潜水艦という役割は、特定の艦艇を指定するのではなく、実戦配備中の艦艇が、持ち回りで、その任務も行う手法で行われてきた。したがって、今回から、初の専任としての試験潜水艦へと艦種変更が行われたタイゲイが022年に就役し、実戦配備22隻体制を確立したとはいえ、それらの中で稼働する艦艇は、試験潜水艦としての任務を持ち回りで兼務する状態であった。これが、今回、専任艦として、タイゲイを実戦潜配備の22隻体制の枠組みの中から外した存在とできたことで、実質的に、見かけの上では、同じ22隻体制の潜水艦隊とはいえ、内容としては体制を強化したと言ってよいだろう。タイゲイ型は、海上自衛隊の中で、最新鋭の潜水艦であるとはいえ、その、外観や機能や機関部の構成といった主要素は、前級である、双竜型を発展、拡大したいわば、
その延長線上にある官邸と考えて差し支えないと思われる。しかし、今後の次期潜水艦では、その外観や機能について、抜本的に刷新された純粋な新型艦となることが予期されており、その実現を図る目的で、最新型であるタイゲイが、あえて、初の専任の試験潜水艦に抜擢されたと見るべきなのだろう。さて、今回、実戦配備の運びとなったジンゲイだが、最新鋭のタイゲイ型の一隻として、公表されたスペックは、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルという規模となっている。この艦隊に、ジンゲイ派通常動力型の攻撃型潜水艦として、従来通りのディーゼルエレクトリック方式を採用しており、川崎重工業社製の 12V25-25SB ディーゼル機関を2機と、モーター、そしてリチウムイオン製の蓄電池を搭載している。この機関構成自体も、毎級である、そう、竜型の最終の2隻である、11番艦以後の形式を踏襲しており、それらで実現された、世界初の実用化された、リチウムイオン蓄電池搭載の量産型潜水艦という仕様である。ちなみに、タイゲイ型のベースとなった、総竜型の場合、最終の2隻は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルと公表されており、わずかに小型であることが伺える。さらに、初期型の、そう、竜型の10隻が後期型2隻と異なる数値である点は、基準排水量が50トン少ない2900トンであるという部分のみであり、この点を考慮しても、そう、竜型とタイゲイ型に、規模的な部分での乖離は小さい。水中排水量が4000トンを超過する艦隊というのは、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても、最大の規模であるといえ、この分野に限れば、海上自衛隊の潜水艦隊は、非常に優れた艦艇であることに、異論の余地はないだろう。今回のジンゲイをはじめ、海上自衛隊の潜水艦は、攻撃型の通常動力型潜水艦としては、標準的な兵装が施されており、その主兵装には、艦首部に設置された 533mm の魚雷発射管6門が搭載される形式となっている。ジンゲイは、この 533mm 魚雷発射管6門から、最新型の潜水艦搭載用の長魚雷である18式長魚雷を運用することが想定されており、同魚雷は、一つ、前の89式長魚雷を更新する兵装として、2021年度の末から配備が行われている模様だ。18式長魚雷は、従来の89式長魚雷に比して、デコイ等の敵の目標艦艇からの妨害手段に対処する能力の向上が図られているといい、かつ、比較的に水深が浅い沿岸部や、東シナ海といった海域での運用を視野に入れて開発されたと召されている。この点からも、海上自衛隊の潜水艦隊が、今や、日本の最大の仮想敵国となった中国を念頭に置き、有事の際の主戦場となる海域が、東シナ海や中国沿岸部を想定していることが伺え、目標には、水上艦と潜水艦の両方が含まれている。また、533mm 魚雷発射艦からは、アメリカのマクドネル・ダグラス社製の対艦ミサイルである、潜水艦発射型の UGM-84 ハープンミサイルも運用が可能であり、同ミサイルのブロック2と呼ばれる L 型は、限定的ながら一部で対地攻撃用途にも対応しているとされている。この UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2の最大射程はおよそ 250km 弱と言われており、昨今の日本では、敵元攻撃能力を、政治的には反撃能力と表現して、その保有の正当性が打ち出された状況となっている。しかし、すでに、UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2においては、限定的で長射程とは言えないまでも、その能力を有しているわけで、南西諸島の防衛に向けては、複数開発や調達中のスタンドオフミサイルをカバーする兵装と言えるかもしれない。ジンゲイを含むタイゲイ型は、
機関の最大出力はおよそ6000馬力、水中の最大速力は20ノットと目されており、この数値も従来の親潮型や双流型に比して向上したとは言い難いが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界でも有数ではあるだろう。日本の海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴は、通常動力型の潜水艦として、原子力潜水艦では到達が困難な静粛性にあると言われているが、実際に有事の際にこうした兵装を使用すれば、その位置が特定されることの回避は難しいとは思われる。